西原博士は、日本の科学者。東京理科、大学研究推進機構総合研究院教授、東京大学名誉教授。専門分野は、錯体科学、電気化学、光科学など。鹿児島県生まれ。東京大学の佐々木耕美教授の指導のもとで、窒素固定をテーマに研究を行い、1982年に、金属に配位した。 窒素分子を還元する反応の論文で理学博士号を取得した。同年、金属表面の腐食反応を研究していた、慶応義塾大学の荒牧国継教授の研究室の助手となり、電気科学を学んだ。1980年代には有機金属ポリマーの研究を開始し、1990年代から2000年代にかけて、 有機金属導電性ポリマーの概念の確立に貢献したほか、有機導電性ポリマーフィルムやイ協約した多角金属作体の酸化還元挙動について報告した。2000年には、セミ金属作体とアゾベンゼンやスピロピランといったフォトクロミズムを示す有機分子を組み合わせたフォトクロミック金属作体の研究を開始し、多くのユニークな性質を持つ、 フォトクロミック金属錯体を生み出した。近年は、電極上の導電成分子ワイヤーに関する研究や、金属錯体ナノシート等、よりインテリジェントなデバイス応用を目指した研究を行い、ハイプログラミングの研究分野を提唱している。ナノマテリアルの創生、クロミック金属錯体、新規金属触媒などの開発を進めている。近年は、 金属錯体ナノシートの創生、金属錯体分子ワイヤーの作成及び電子、移動挙動の評価、分子就職電極、多重機能性金属錯体、発光性分子の光機能開拓、高効率 SIC 結合生成、機能性ナノ粒子、生体分子素子等について論文を報告している。ありがとうございます。